どうも、着バスです。今私は、ウエスト56丁目あたりでパーカーニューヨークホテルの前にいます。本日はですね、ここの、バーガージョイントっていうハンバーガー屋さんで、ね、結構有名で、雑誌とかにも載ってるので今回食べに来ました。それでは行ってみます。すごい高級なホテルですね。ホテルの入り口から入ってきて見えますね、これハンバーガーの写真。ここだってですね、ここです。やはり有名店ということで、すごい人では。ああいう感じで頼んでいくんですね。ハンバーガー、カーチーズバーガーで、どういった感じで料理するかと、あとウォークとビーツを付けてですね、を選んで、あとベーコンか、ベーコン入れないか。もうちょっとでオーダーになります。こんな感じでオーダーすることができました。ダブルチーズバーガーとフレンチフライを注文して、23ドル2500、600円ぐらいですかね。まあまあします。まあでもここも有名店に来てみました。ちょっと楽しみです。店内がねすごい狭いので、今も今日平日のランチタイムは外してるぐらいの時間帯なんですけど、それでもね相当混雑してますんで、まあ、ちょっと覚悟してね来ることをお勧めします。見えますか。ここでつけてる、食べてるって感じで、チーズバーガー見えますか。こんな感じで、すごい美味しそうですけど、美味しさが伝わってしまう。なんか写真も撮って、
テルだったんですけど、名前変わったみたいですね。パーカーホテルって名前だったんですけど、でね、入り口がとても分かりづらいんでね、中の入り口の場所も一応取ってあるんですけど、そちら見てね、行かれる方は行ってみてください。本当に分かりづらいです。で、大体ダブルチーズバーガーとフレンチフライで2500円か2600円ぐらい、まあまあしますよね。でもお腹パンパンなので結構お腹いっぱいになります。今回の動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。